実はですね、1年前のチャノイチャンネルのコンテンツで上がってる、目黒丁重会ですね、はいはい、そこの茶事で、出された茶会席と、はい、丁重なく取りの、はい、すごいとこ来ましたね。また茶事自体が結構伝説のね、そうですね、茶が出なかったっていう茶事なんですけど、はいはいはい、その後令和丁重茶会のねお話まで、はい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 、という綺麗な、ね、あそこに軸がかかってましたよね。はいはいはい、はい、ドーンとその茶会が、どんな感じだったかっていうのを、じゃあまあ、時に茶の湯語りやってもらった、ひかざるさんから、はい、ざっと、オチまで。はい。30秒ぐらいで。30秒短い。でっかいのあらすじ、目黒丁重茶会、増田、公園さんのお茶会の、まあ、記録なんですけれど、まあ、高橋草庵、とと茶会記の筆者が、まあ、どうしても百貨店で墨跡を書いて、出品してほしいと言われて。三越からね、頼まれたんですよね。そうです、そうです。はい。で、まあ、昔の武順四番の墨跡、真似して、泣く鳥という字を、墨書一章買ってきて、100枚書いて1枚の選んで、うん、丁重と、縦書きの掛け軸をし、しつらえて出したら、マスター公演が来て、あ、これはいいって買ってったと。うん、で、まあ、そうしましたら、あ、俺の字はそんな良かったかと、言って、高橋草庵、お喜びするんですけれど、いや、あれを、かけて、茶会がしたいんだけど、そのためにはどうしても白菊の名工が欲しいけど、そういえば高橋草庵持ってたよねと、いきなり言われて、うん、そっち狙いかみたいなんで、ちょっとがっかりしちゃいながら、うん、そのお茶会に参上すると、その丁重という字が、縦書きだったのをうまく切って横に繋いで、あれもすごいっすよね。すごいですね。レイアウトね。切り方がすごいですよね。うん、ただこう切ってじゃなくて、こうね、うん、ジグザグに切って、うまく繋いでるのが。で、ドンピシャね、それがオリジナルかのようにね、はいはい、なってんだからね。で、表具もね、すごく古い。そう、時代綺麗で。時代綺麗で。はい。で、みんなが古い墨跡だと思って、そうびっくりしたと。あれ、一瞬見たらそう思いますよね、ね。堂々とした字ですね。そう、うん。それがなんと、はい、書かれたばっかりだったっていう。はい、はい、はい。うん。で、まあ、朝茶で懐石料理が出て、うん、これでね、腰掛けで水羊羹とマンゴスチンが出たりして、あ、これはもう、すごく、泣く鳥だけに丁重なもてなしだなって、噂してたらば、うん、お茶が始まるかと思ったらお茶が出ないで、お香を聞くだけで終わっちゃったと。うん、お茶のない茶会という、目黒丁重茶会と、うん。はい。斬新です、本当に。斬新です。斬新です。で、その時に、炉も切られてなければ、風呂の準備もなくて、みたいな。そうですね、そうですね。部分があって、はい、で、ご挨拶したらいきなり茶会席が出てきたんですね。ご挨拶して、炭出前とかもないですもんね。あれがないか。ここどっちが先でしたっけね。あ、先に聞くのかな。あんまり横の前に酒入れたりしないのが、ああ、そうですか。朝茶だからどっちでしょうね。どっちなんでしょうね。はい。確認して。確認して。そのあたりはぜひね、丁重茶会、原文の方を、あ、YouTube の方で聞いていただけると。聞いていただいて。はい、はい。うん、はい、そう。忘れてたわけじゃないですよ。まあ、1年ぐらい経つと忘れちゃいますからね。というわけで、はい、じゃあ、そういう感じで、今日はオールスターでお送りしたいと思います。茶の湯チャンネル。あ、ご一緒にお願いします。あ、ご一緒に。せーの。茶の湯チャンネル。ボン？はい、じゃあお願いします。いただきます。これまた泡雪だったんですか。泡雪小町という相変わらずの泡雪感。夏なの。わ、これ何ですか。三州味噌。三州八丁味噌。八丁味噌、はい。はい。そら豆とインゲンで粉山椒を振ってます。これもね、結構シンプルですよね、本当に。そうですね。甘塩味噌、味噌汁がすごく澄んでるのをびっくりしたんですけど、これはなんか取り方なんですか？あんまり言っちゃいけないから。秘伝だったりして。まあ、追いがつをして、ちょっとやっぱり八丁味噌なんで、グツグツ煮立たして、これをこし器で裏ごすんですけど、その時に、もうこう、うん、ギューッと、もう鰹節もかなりギュッと絞って、そのエキスを味噌の方に出すっていうんですよ、はい。そういう風に取ってるので、澄んで見えるんではないかと。はい、はいはい。なかなか家で作る味噌汁と違う。あ、そうですね。うん、やっぱり、こすっていうことがあまりね、ご家庭ではそんな、お腹下げますね。うん、お酒とかいいですか？一応形した方がいい。あ、そうですね。はい。
車ですか？いや、電車です。電車ですか？はい。このために。よかったです。今、省略しようって言われたら、どうしようかと思って。そのために、このもう、汗ダクダクになって、自転車と電車で生きてるのに。いや、車ですって言ったら、裏で水入れてくるってことだったんですね。うまっ、大丈夫。は省略しても、酒は省略しない。どれどれ。そう思ったら、向こうしても飲みやすいよって感じ。これ、タキさんですか？タキさんですね。結構ちょっと残った3倍のところに50入れて飲む人いますよね。はい、いますね。はい。今、これを省略するかっていう。聞かざるがいきなり。いや、最近料理の話ですからね。やめてくださいよ。いくら YouTube とはいえ。これもういただきますから、本当に。それそれ。ちょっとで避けないちゃう。茶会はやっぱり、うん、許されない。茶もないし、酒もないのか。どんな茶会やねん。いただきます。まあ、お献立の献というのはその一献の献らしいですから。あ、うん、ですからやっぱりお酒を飲むためのですよね。岩屋さんそう言ってんだから。はい、じゃあ最後巻きながらいきますよ。はい。じゃあ次、こちら来たから向こう漬けです。向こう漬けは、はい、忘れなますエビ。食べてみてからまず当ててみて。じゃあ当ててみますね。はい、これ何かなあ。あ、白瓜ですね。白瓜ですね。それとキクラゲと、あ、これキクラゲ。なんかピリッとしたのは何ですかね。それはあれですね、甘酢レンコンではないでしょうかね。うんうん、そして今召し上がったのがエビ。めちゃプリプリしてます。もうプリプリね、本当に。このプリプリ感出すのが大変なんですか？そうですね、もう半生、ちょっとあんまり高いお湯ではないので湯引きするっていうところが、はい、プリプリでした。 ありがとうございます。結構普通の今の向こう漬けっていうと、うん、タイの昆布汁とか魚だけとか、うん、そういうのが多いのが、うん、前回のもそうですけど、結構こう和えてるというか、うんうん、そんなところがあったりしますけど、うんうん、あ、そうですね、定調茶会の会議には忘れなますエビとしか記載されてないので、うん、それは速攻アレンジで、うん、あえ物風にはさせていただいたんですけども、うん、ました。ここはもう岩屋さんのアドリブなんだ。まあ、そうですね、エビ以外は解釈っていうか、そうですね、まあ、むしろその会期自体には、うん、メインのものしか書いてないですよ、大体。なのでどういう調理法だったかも、うん、当時のことを、まあ、岩屋さんが推測して再現してみたという、うん、あえて見たの。そうですか、あえて。忘れなますってその時期を外れたナマスっていう風に、はい、なんかの文献で、そう、高い気がはい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 、ではなってましたね。はい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 、なんかちょっと遅れてんの。あ、そうですね、はいはいはい、なんか、はい、本当はその前に出したかったんだけども、うん、ちょっと時期を外して今回になってしまったっていう意味合いがあるらしいですけど、ナマス自体ってどういうものなんですか？あ、それは、はい、この海域には、うん、魚編のナマスってなってたんですよね。はい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 、で、ナマスって字が2つありまして、はい、野菜の方のナマスと、その魚介とかその肉のを生で食べるナマスっていうのがあって、古来中国ではその生魚とか生肉をこうやっぱ叩いて、なんかそうやって酢で締めたりとかして、なんか食してたっていうのがあって、多分その名残から魚編のナマスっていうのがあって、まあ現代は割とそれが忘れられちゃって、うんうん、ね、お正月とかに出る大根と人参の紅白ナマスとかそういうイメージなんですけど、元は肉とか魚を生で食べるっていうところから始まってるみたいですね。ユッケみたいなもん。そうですね、ユッケみたいな。それなんで、はい、なんかその忘れなますっていうのを、うんうんうん、後からのお話の前に勝手に解釈しちゃって、うん、今はその野菜のなますが中心になってるから、生で食べるなますを今回に持ってきたから、そういう忘れたなますがっていうふうに解釈しちゃって、うん、なんかいろんな解釈が取れるのかなっていうふうに思いましたね、うん、その忘れなますっていう面白いネーミングだって言いましたね。いい話聞いたわ。じゃあメインディッシュいきますね。はい、メインのものはですね。うわ、
これは何でしょう。冬瓜のすり流し崩し立てです。冬瓜のすり流し、この辺の周りの、そうですね、はい、なんとミニマルなんでしょうねえ、このストイックさだったらないですね。ねえ、ウリ1個、ウリ1個ですよ肉とかそういうのこう完全になくて、これがウリなんですよ今、はぁってやろうとしたけどやめた。ちょっとなんか悔しかった。仕込んでたでしょ。いや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 。美味しい。あ、ありがとうございます。ここまでシンプルなのが朝茶たるゆえんですかね。え、しかも当時の財界の偉い人がお金はあるだろうにこれでいくっていうのはすごいですよねいつも濁った心がこれで澄んだ感じになっていただくと、うん、めっちゃ澄みました。澄みました綺麗な翡翠色ですねほらほら、アロエみたいです。うんアロエみたい。いや、ほんとシンプルで、うん、あのやっぱり怪奇を見せるのただ冬瓜崩し立てしかなってなかったんで、うんうん、いや、これどうしようかなと思ってでもあえて冬瓜だけで、それでまあ、うん、同じ冬瓜 で、うん、こう すり流ししてみたらどうかなと思いまして、うん、飲み応えっていうんですかね、うん、やっぱり鬼物なんですからね、うん、まあ、いくら朝茶といっても、うん、ちょっとやっぱメインなところもあるので、うん、でもあえてそこでシンプルにしたっていうのがなんか当時のその面白いかなと思いましたね。いやでもまさにこれが答えなのかもしれないですよね。なんかね、付け合わせでも色、なんか赤とか黄色とか、ニューとか入れたくなるところがシンプルで、確かにね、味がこれだけシンプルにするんだと。そうですね。ですよね。5月の朝ですよね。で、すがすがしくて、ホトトギスが泣いてるわけですよ。ほー、おけけはい、じゃあ次行きましょう。いやーなんか、いいっすね。面白いですね。面白いですね。そう来るかーっていう、もうここまででも、そういう感じがしますね。うん、次気持ちいい。びっくりしますね。次ぐらいから、はい、ちょっと驚きが。はい。あららら。またリアクションが変われる。あらちょっと。いや、自分も、あ、こう来るかって思うぐらいでしたあ、そうっすか。この鬼物案がこれなので、うんうん、流れとしては。ってなんか思うんですけど、うん、結構意表をつくというか。どうしよう、構えちゃうな。来た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 よー。これあの、うずらですね。うずらに。はぁ、いきなりここで。え、こっちのはかぼちゃ。これですね、かぼちゃ。かぼちゃと。これ器は、何ですか。中里健太さんの。健太さんの。唐辛子に、あばらが唐辛子なんですけども、うんうん、それにうずら肉を煮込んで、うんうん、で、タレで。うずら肉で、そうなんだ。会見には何て書いてあるんですか。あ、もうそのまま、唐辛子煮込み、うん、うずら寄せってなって、うんうん、なんかこれ、肉がコリコリしてて、これ何ですか。あ、それはうずらの小骨ですね。ああ、そうなんだ。割とうずらのお肉は夏場とかでも、うん、くわ焼きとかしたりとかします、ね、うんうん、そこに合わせて、なんだろう、肉ってこと、うん、定長会に合わせて。定長会だから取りなの。あ、そうかもしれない。そうあ、そうかもしれないですね。まあ、かぼちゃって他に何か入ってますよ。はい。その辺は、なんかちょっと酸味が、ちょっとサラダ風、うんうんうん、温サラダ風にさせてもらいまして、うん、あのくるみとあとレーズンが混ざってます、ね、絶妙なんかで会期には、うん、トーナス肉としか、うん、記載されてなくて、うん、まあかぼちゃのお肉っていうんですかね、うん、中側の方のことなんでしょうけども、うんうん、まあそれでまあサラダ風、温サラダ風にしてみたらどうかな、うん、それは速攻風にこうアレンジで。なるほど、はい、肉っていうの面白いですね。この身の部分だけというか、そうですね、皮がない、なんかその煮物まんまではさっぱり系で来てたのに、で今日この系統かなと、朝茶
思いきや、なんかちょっといきなりここで肉挟まりましたね。ちょっと手込んできたなみたいな。ちょっと本気出していきたいなみたいな。いやー、一筋縄ではいかないですね。私が言うのもなんだ。何様やねん。美味しいです、でも。はい、最高です。かぼちゃって南の瓜とも書くじゃないですか。そうですね、南京。で、白瓜があって、冬瓜、冬の瓜があって、ダマかけないですかね。書くのが多いですよね。そうですね。なんか、パフェみたいな。これなんかもう立体的にいきましたね。ナスが積まれて、なんか、ここにベーコンが下で支えてるっていう感じですね。ん？レバー？はい、そうです。レバーだ。今回の会議だと串刺しになってるんですよ。あ、青串刺しでしたね。そうなんですね。はいはい、青串刺し？串に多分。それに。はいはい。本当焼き鳥屋みたいなメニューです、ね。多分そういう感じだったんではないかな。まあですけど、あの速攻風にはちょっとミルフィーユ風に。ミルフィーユ風にビール欲しくなります、ね。私今思ってたの。ねえ。ビール何があります？会議では一人も飲める人がいなかったみたいで。え？マスはどんなんで飲めないの？あ、そう。コエンさんも苦手みたいですね。その代わり甘いの大好きだみたいな記録をもらえたみたいな。いいな、私はビールが好きなんだ。面白いのが、一人も情報いないのに、ここしかないと、ここぞとばかりに、あの、寄せ坂月っていう、目のこっちを見せつけてたみたいですね。お金持ちでこうやって遊ぶんだと。あとは、社会席でベーコン。そう。で、当時、ね、そういう風に組み合わせで出してくるんだ。この頃ってベーコンって普通にあるんですか、うん、入ってきたばっかりぐらいのグルメだと思います。確かに取り気もですから、やっぱその、一応、鳥って、あれなんでしょうかね。うずらもそうですけど、ね。鳥攻め。鳥攻め。なんかちょっとシャレで、みたいな。ただ、鳥のその、レバーのしぐれ煮っていうのはやっぱありますんで、その会期としては5月の方ですけども、まあ、6月にかけて、そういう風なのもこう、混ざってるのかなと思いまして。うん、明治に新しい食材が入ってきたの。なんか、いろいろとこう取り入れて料理してるのが面白いですよね。取り入れて。うん。確かに確かに。座布団持ってきて。山田くんって。ベーコンのカリカリがもういいですね。ありがとうございます。はい。こう来ますか。一筋縄ではいかないですね。いかないですね。また言うっていう。これ最後まで言うパターンで。今日のお気に入りです、ね。一筋縄。はい。じゃあ、いよいよ最後の、はい。じゃあ、総括しましょうか。総括しましょう。煮物はまでミニマムで来といて、そこからやっぱりちょっとひねってきましたね。だいぶ遊んだ感じというか、うん、気が済みそうな、うん。今のこの朝茶のイメージからはだいぶちょっと違うのかな、みたいな見ていて。うずら肉出てきたり、あとなんか漬物逆に1点でキュウリだけでこう出てくるんだみたいな、この強弱がすごい面白いかな。レバー出したりベーコン出したりしてっていうのと、煮物は逆に動画だけで、前半はすごくね、本当にあっさり、あ、朝茶なんだみたいな感じでこう進んで、みんな照り焼きでこってりソースがこう、はい、でレバーとベーコンと結構しっかりして、岩屋さん的にはスタッフ公演の心はどのあたりにあったという感じでございましょうか。朝茶にしては何でしょう、そのナマス、エビを使ったり、そのうずら肉とかベーコンとか、体の需要を考えての献立ではないかというふうにも、だから朝に食するなんか栄養補給みたいな考えられてたのかなっていうのは、あのメニューをこう通して思いましたね。魚が一個も出ないって何かあるんですかね。最初もエビですし、なんか魚類がいないなと思ってるんですけど、まさにあれじゃないですか、その鳥系ですからね。なるほどなるほど、なんかちょっとそういうシャレもあったのかな。いや絶対ありますよね。そうですね。うん。裏でレバーで。うん。というわけで。成長のもてなしありがとうございます。そうそうそう。じゃあカメラ目線で言いますよ。はい。じゃあ、成長のもてなしありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。たぬきかきつねに任された思いですね。任されましたよ。はい。あ、よかった。本編の方も見てください。あ、そうだそうだ。それは言わない。リンク貼っておきますので、これの茶の湯語り、目黒丁長会の茶の湯語りがありますので、それリンク貼っておきますので、ぜひ見たことない方は、一度見た方も、たぬきに任されて。はい、任されて。あと、きつねに言わせると、うん、現代の生み慣れた丁長茶会、令和丁長茶会というのをね、その次の話で。ありますね。はい。はい、そこからわびちゃんの祈願までね、見ていただけると。とりあえず見てもらえればね。そういうことですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。茶の湯チャンネル。